ジオニーのニコです。こんばんは。レサークラフトやってますか？うん、いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。まだ車の中ですいません。今3時20分で今日でお店の方は終わりました。ありがとうございました。で、 YouTube の方もね、これが今年最後の動画になります。なのでちょっとお話を聞いてください。まずはね、本当に15年間お店やってきて、毎年毎年ね、必死なんですよ。こういう商売なんでね、いつ潰れるか本当に分かんないですよね。売り上げもこう波があるしね。でもね、まだ完全にそのコロナ前からは戻っては来てないんですけど、今年はね、ちょっと自信がつく年になりましたかね。売り上げはね、そんなもの 80% くらいしか戻ってないと思います。ただ自分がこの 2,3 年やってきたことのなんかね、礎みたいなのができたっていうなんか感覚があります。それはね、ほんまにね、この YouTube もしかり、TikTok ライブもしかり、ワークショップもしかり、自分が作っているもの全て踏まえて、コツコツとやってきたからかなって。でね、前まではね、そんなこと考えなかったんですよ。皆さんもそうやと思うけど、こういう商売でこういう風なものを作ってたら認められるってなかなか思えないですよね。売れたとしてもラッキーパンチかなって、たまたまなんかなって、なかなかヒット商品なんて出せないんですよね。僕ももちろんそうね、まだヒット商品と呼べるものはそこまでないと思いますよ。で、そこまで の器用なタイプじゃないと思います。ただ、今年で言うとやっぱりね、メルチファスナー、イーグル、イーグルキーホルダーね、で、フェザーネックレス、あとなんやろな、まあでもそんなもんかな。まあ、自分の中でよくできたし商品、作品やなと思います。で、手染めの感覚も格段に伸びたと思いますね。自分の、自分の作りたかった染めができるようにだんだんなってきましたね。まあ、これから全然伸びていくとは思うんですけど、あといろいろ変わっていくとは思いますけど、今の段階では結構そういう風な思いがありますね。でもそれって結局自己満なんですよね。で、それをどう売るかをすごく今回頑張ったんですよね、今年は。で、それがあんまり外れんようになってきたし、外れてもそのスタンスの買い方、売り方の買い方っていうのがだんだん分かってきて、なんかいろいろ試行錯誤したりもしたけど、いろいろその失敗もしたけど、なんやろな、悔しいというよりかは次が楽しみになりました。前もね、だから心折れたりしたんですよ、僕もね、何や言うて。でも心折れないですよね。それは今いてくれてるそのコツコツやってるのファンの皆さんのおかげっていうのもありますしね。あ、でもそれが一番強いかな。だからね、やっぱりね、地道にやることが一番なんですよね。ラッキーパンチなんてないんですよ。なんか必殺技みたいな。なんかね、皆さんね、たまになんか質問来る人らとかで思うんやけど、ラッキーパンチ、必殺技を僕が持ってると思ってる人おると思うんですよ。全くないですよ。ただ単に虎視眈々と着々と地道にやってるから、みんなよりもそれはもちろん派手にやってるように見えるんですよ。だって YouTube でも言うて2、3日に1回は出してるじゃないですか。で、 TikTok ライブなんかも2日に1回ぐらいやってるじゃないですか。でも皆さんやらないでしょ、やれないでしょ。それをただ単に僕がやってるんで派手に見えてるだけで、なので多少は触れるって感じなんですよ。だからね、皆さんももし
何日かするぐらいやらさせていただきました。まあ売り上げっていうとね、ちょっと足りひんかったけどね、僕が思ってた目標の。まあでもね、生活するぐらいは稼がせていただいたし、まあなんとか年は越せそうなんでね、また来年ね、来年はもっと幅広げたいかな。来年はね、もう今ね結構決まってるんですよね、頼まれ事は、ワークショップやったりイベントが。なのでね、来年はもうまた動くことはもう全然決まってるんですけど、それさえも楽しみなんでね、中を行こうかな。なんですよね。来年も引き続きね、がむしゃらに動いていこうかと思っております。でね、この動画をね、この YouTuber の皆さん、技術家みたいと思うんですけど、本当に大事なのって、まあね、初心者さんとかはもちろん技術知りたいやろうけど、それの先にあるのは絶対に副業にするっていうことやと思うんですよ。趣味でも多少はお金を稼ぐって。で、僕はたまにそういう動画、まあそっちの方が多いんけどね、それって本当にね、後から聞いてくると思いますよ。物作れて、作るのはその、なんていうの、時間さえ経てばできるんですよ。ただ売るっていうのはね、時間が経っても売れない人は売れないんですよ。いくら物が作れても、僕より上手に物を作れる人でも売れない人いますからね。なのでその辺大事になってくんで、ぜひそういうとこも引き続き来年も技術動画以外にそういうのも出していくんで、そういう、そっちの方がね、皆さんに本当は聞いてほしいなと思ってこういう動画やってるんで、うん、来年もしよかったらそういう風な、ほんでね、少しでもその物売りをやってみようと思ってくれる人がいてたら嬉しいなと僕は思います。で、2020年ね、僕の動画1年間ぐらい見てくれた人、前々から見てくれた人、最近見てくれた人、いろいろあると思うけど、レザーって革ってすんごいね、いい物質なんすよ。不思議なんすよね、僕も未だに不思議なんすよ。素材としてもすごく、なんやろ、なんていうのかな、温かいし、人間みたいな、なんていうの、癖も出るし、で意味もつけれるし、僕はすんごいそういうところに惹かれてるんかなって思います。だから飽きないですよね、いつまでたっても。ほんでだって皮によっても違うし、染め方にも、染めるその毎回毎回違うんで、そういうのも楽しいし、なのでね、皮っていうのはすごく楽しいんでね、もっともっと皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。でそれのね、僕もまだまだなんで、それを僕も実験しながら皆さんに、だからうちはレーサークラ研究じゃないでね、おお怖い怖い怖い、あのね、みんなにそういう風なを僕がやりて、それをまたこうやってフィードバック、中身つけましたフィードバックしていくんで、もしよかったら参考になればね、嬉しいなと思って動画撮っていきますんで、よろしくお願いします。よし、でご飯食べよう。2022年ありがとうございました。2023年も、引き続き動画、ご覧いただけると嬉しいと思ってますんで、よろしくお願いします。年末年始、体に気をつけてゆっくり休んで、家族おる人は家族と、時間をいっぱい過ごして、過ごしてください。ありがとうございました。良いお年を。では。